はい、ロックフィッシュ用のワームの新製品のフグインパです。なんだこの名前はという感じですけど、ターゲットを狂わせるで、輪はこのリングワームのギブですね、リングリブを表しています。で、波は波動ですね。特徴としては、まあ、一般的なリングリブタイプのワームなんですけれども、このボディの軸、まあ若干扁平なんですけど、軸自体が若干太くなってます。これによって、オフセットフックを、ヘビーシンカーで使った場合でもフックのズレが非常に少ないという特徴があるんですね。加えて、この背中の方にスリットが入ってますので、針先がリングリブに干渉せずセットできるという特徴があります。それとテールの形状ですね、先端が、このように球の形にしてなってますね。これによってですね、何が違うかというと、非常に水のつかみがいいんですね。で、泳ぎがパタパタと、はためくような泳ぎで、ロックフィッシュにアピールします。また逆にはもちろんね、エビのパウダーをふんだんに配合してますので、魚の食いも抜群です。これがロックフィッシュ用の新製品のクグリンパ、旗用の、旗向きにも非常に、向いたワームですので、ぜひぜひご期待ください。